佐藤晋は、宮城県仙台市出身のフィギュアスケート選手。富士コーポレーション所属。埼玉栄高等学校在学中。マネジメントは、イムグ東京。主な実績に、2019年ジュニアグランプリファイナル優勝。2018年2019年、全日本ジュニア選手権2位。2013から2016年、全日本ノービス選手権4連覇。 宮城県仙台市生まれ。埼玉栄中学校出身、埼玉栄高校在学中。血液型は O 型。一人っ子。試合前は原発技でヒレかつ、試合後は必ずお寿司を食べる。マグロが好きで特にネギトロが好物。5歳の時、スケートリンクに遊びに連れて行ってもらったことがきっかけで、仙台市のアイスリンク仙台でスケートを始める。 2011年には、東日本大震災の影響により、関東地区への転校を余儀なくされ、5ヶ月間は、川越スケートセンターに練習拠点を移した。その後、仙台市に戻り、ノービス時代には全日本のノービス選手権にて4、連覇を達成する。仙台市立高森中学校へ進学をするが、父親の転勤により、埼玉県へ転居。 埼玉栄中学校へ転校する。憧れの選手として、同じ仙台出身の羽生結弦るを挙げており、幼稚園時代に、ハブよりプレゼントをされたペンダントを試合で着用していると明かしている。2019年全日本ジュニア選手権で、非公認ながら、ジュニア世界記録を上回る得点で優勝した、同学年の鍵山優馬については、ライバルであって、友達でもある。 いい刺激をもらって成長することができる。これからも二人で一緒に頑張っていきたいと語っている。鍵山を指導する佐藤美沙夫も滑走順が決まると、ああ、見られないのかってお互いすごく残念そうにしているんです。先に滑った方が観客席で応援するという光景を何度も見て、来ましたと二人の良きライバル関係について語っている。パンダが好きな動物であると明かしており、 ノービス時代より、リンクでもパンダのキッシュケースを使っている。2019年、イタリアトリノで開催された、ジュニアグランプリファイナルにおいて、自己ベストを大幅に更新して優勝。ジュニア世界最高得点で、小塚隆彦、羽生譲る、宇野昌磨に続く、日本人、男子4人目の優勝者となった。2014から15シーズン全日本ノービス選手権、B クラスにて、 優勝2連覇を達成する。初の国際試合となったガルデナスプリングバイでは、ショートプログラム2位、フリースケーティングで2位となり、総合で2位に入る。2015から16シーズン全日本ロービス選手権 A クラスにて優勝3連覇を達成する。推薦により初出場となった全日本ジュニア選手権では、ショートプログラム13位、フリースケーティングで十五位となり、 総合で15位に入る。2015年 NHK 杯のエキシビションに開催国の招待選手として参加した。2016から17シーズン2016年アジアフィギュア杯に出場し、アドバンスドノービスクラスで優勝。全日本のオービス選手権 A クラスで3回転アクセルに挑戦、成功とはならなかったものの1位となり、4連覇を達成。 推薦出場した全日本ジュニア選手権では、ショートプログラム7位、フリースケーティング16位、総合では昨年と同じ15位となる。シーズン終盤に出場したババリアンオープンでは、ショートプログラムで12位と出遅れたが、フリースケーティングでは3位、総合でも3位となり、表彰台に上った。2016年 NHK 杯のエキシビションに、 開催国の招待選手として2年連続で参加した。他、2017年世界国別対抗戦においても、開催国の招待選手として、エキシビションに参加した。2017から18シーズンジュニア1年目の、全日本ジュニア選手権では、ショートプログラムで3回転アクセルを着氷するも、その他のジャンプでミスがあり、得点を伸ばせず11スタートとなる。 フリースケーティングでは3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプや3回転アクセルからのコンビネーションジャンプを決めるなど6位、総合でも6位入賞となり、年末の全日本選手権への推薦出場を決めた。ジュニア1年目での出場となった全日本選手権では、ショートプログラムで3回転アクセルが2回転アクセルとなるものの単独の3回転ジャンプと、 三回転マイナス三回転のコンビネーションジャンプを着氷させて20位となり、初出場ながらフリースケーティングに進出する。フリースケーティングでは2度の三回転アクセルを着氷させる。大きなミスなく演技をまとめ16位となり、総合でも16位と検討、新人賞を受賞した。シーズン終盤に出場したババリアンオープンでは、 ショートプログラムで3回転アクセルを成功させて1位となる。フリースケーティングでは冒頭の3回転アクセルを成功させて3位となり、総合でも2位となり、表彰台に上った。2018から19シーズン、日本スケート連盟の強化指定選手に初めて選ばれる。2018年春に父親の転勤のため埼玉県へ転居し、埼玉アイスアリーナに練習拠点を移す。 同時に、5歳から支持した、浪岡州から、2011年東日本大震災時に、川越スケートセンターで一時支持した草川さりき、草加正力、浅野稽古にコーチを変更する。この転居により、同じ関東ブロックとなった、公敵手、鍵山優真ことらと、地方大会からしのぎを削ることになった。全日本ジュニア選手権予選である9月の、関東選手権において、 二週間前に練習で成功させたばかりの四回転トーループを初成功させる。これが試合での四回転初成功となった。全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで三回転アクセルを成功させたが三回転ルッツマイナス三回転トーループのコンビネーションジャンプで最初のジャンプをオーバーターンするミスが出て6位となる。 しかしフリースケーティング最終組での滑走を決める。フリースケーティングでは9月に関東選手権で初成功させたばかりの4回転トーループを2本組み込む難度の高い構成を実施し、冒頭の4回転トーループマイナス2回転トーループでは若干着氷が乱れたものの、単独の4回転トーループは加点2点以上の出来栄えで成功。 三回転アクセルマイナス三回転トーループのコンビネーションジャンプ単独の三回転アクセルを成功させるなど圧巻の巻き返しを見せフリースケーティング1位となる156.29点を獲得総合でも222.30点を獲得して1位の坪井達也と金佐の2位となり初の表彰台となった推薦出場した全日本選手権では ショートプログラムにて、規定によりジュニアの大会では組み込めない4回転トーループを冒頭で実施し、加点2点以上で成功させるも、3回転アクセルでこらえきれずに、点倒、3回転フリップマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプでステップアウトしてしまい、得点を伸ばせずに64.89点で16位となる。フリースケーティングでは、 冒頭の4回転トーループで転倒するも、続く2本目の4回転トーループをコンビネーションジャンプでリカバリーする。3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプと単独の3回転アクセルを成功させてフリースケーティング9位となる140.06点を獲得。総合204.95点獲得で12位とショートプログラムから順位を上げた。 2月の全国中学校スケート大会で初優勝。シーズン終盤には国際大会のチャレンジカップに派遣される。ショートプログラムでは冒頭の3回転アクセルと3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功3回転フリップでエッジエラーの判定を受けるものの71.17点獲得で首位スタートとなる。フリースケーティングでは 冒頭の4回転トーループが2回転となり、4回転トーループマイナス3回転トーループでバランスを崩し転倒。その後は3回転アクセル2本を成功させて、フリースケーティング1位となる128.67点を獲得、総合199.84獲得で優勝した。 地元埼玉で開催された2019年世界選手権のエキシビションに開催国の招待選手として参加した。2019から20シーズン初参戦となるジュニアグランプリシリーズの初戦はシリーズ第2戦のジュニアグランプリレイクプラシッド大会に出場。ショートプログラムでは3回転アクセルを加点2点以上で成功3回転ルッツマイナス3回転トーループの コンビネーションジャンプと3回転ループも加点付きで成功させて79.19点を獲得、首位に立つ。フリースケーティングでは冒頭の4回転サルコーで着氷が乱れ、続く4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプのセカンドジャンプで手をついてしまう。しかし単独の4回転トーループと3回転アクセルマイナス2回転トーループを成功させ、 演技後半の3回転アクセルの着氷でバランスを崩し、また3回転ルッツでの転倒はあったものの、フリー1位となる137.93点を獲得。ジュニアグランプリシリーズデビュー戦で堂々とした演技を見せ、初出場で初優勝となった。ジュニアグランプリシリーズ2戦目は第6戦クロアチア杯に出場。ショートプログラムでは三回転アクセルをはじめ、 すべてのジャンプを成功させて78.41点を獲得4位につける。フリースケーティングでは冒頭の4回転トーループでステップアウト続く4回転トーループからのコンビネーションジャンプでも着氷が乱れる。その後は2本の3回転アクセルを加点付きで成功させるなど演技をまとめフリースケーティング4位となる141.28点を獲得。 総合では219.69点獲得で3位となり2戦連続で表彰台に上った。レイクプラシット大会優勝、クロアチア杯三3位となった佐藤は上位6人が進出するジュニアグランプリファイナルへのポイントにおいて26ポイント同点6位でロシアのアルトゥール・ダニエリアンと並んだが2位2位のダニエリアンに対し佐藤は1位3位であったため 最高順位で1位の結果を持つ佐藤が優先となり、鍵山雄心とともにジュニアグランプリファイナルへの進出が確定した。10月の東日本選手権大会では、フリースケーティングでミスが相次ぎ、鍵山雄心、三浦義雄に次いで総合3位となる。この大会まで4回転は、トーループとサルコーで実施していた。11月上旬。 地元埼玉アイスアリーナで開催された第11回、オータムコバトンフィギュアスケート競技会において、羽生譲るに次日本人二人目となる四回転、ルッツを成功させる。エッジジャンプに比べて、トウジャンプの方が得意なことから、四回転サルコーを外して四回転ルッツを投入し、四回転三本の組み込みを成功させた。県大会ながら、 フリースケーティング163.50点という高得点をマークする。鍵山優心と共に優勝候補と目され、初優勝を狙った全日本ジュニア選手権では、ショートプログラムで全てのジャンプを着氷させて3位スタートとなる。しかし、優勝を狙ったフリースケーティングでは、演技冒頭に4回転ルッツに挑むも、緊張から空中で溶けてしまうミスとなる。続く4回転。 トーループマイナス2回転トーループは着氷させるも単独の4回転トーループで着氷が乱れておつく。単独の3回転アクセルでもミスが出るが演技後半は持ち直し、3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプ、3回転フリップからの3連続ジャンプを成功させ、フリースケーティング2となる139.01点を獲得した。 総合では213.20点で、鍵山に次ぐ2位となり、得点発表のキスクライでは、大粒の涙を流した。2019年ジュニアグランプリファイナル表彰式、全日本ジュニア選手権から3週間後、敗戦の悔しさを胸に、質の高い練習に取り組んできた佐藤は、ジュニアグランプリシリーズ初参戦で、初出場となった、ジュニアグランプリファイナルにおいて、 ショートプログラムにて3回転アクセルをはじめとするすべてのジャンプを成功させノーミスの演技を披露した77.25点を獲得して3位につけるフリースケーティングでは演技冒頭の4回転ルッツを加点2.96点を引き出す出来栄えで成功2回の4回転トーループ2回の3回転アクセルも高い出来栄えで成功させると 演技後半の3連続ジャンプも成功させる完璧な演技でジュニア歴代最高記録となる177.86点を獲得。総合スコアでもジュニア歴代最高記録となる255.11点を獲得して金メダルとなり2014年の宇野昌磨以来5年ぶり日本人4人目のジュニアグランプリファイナルチャンピオンとなった。 鍵山が全日本ジュニア選手権優勝により2枠のうち1枠を代表内定し、残り1枠となった世界ジュニア選手権の出場権をかけた推薦出場の全日本選手権では、ショートプログラムにて3回転アクセルと3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させ、ジャンプの基礎点が1.1倍となる演技後半に4回転トーループを成功。 国際スケート連盟非公認ながら自己ベストを上回る82.68点を獲得。自身初のショートプログラム80点超えで3位となり、憧れの羽生譲ると同じフリースケーティング最終組での滑走を決めた。規定によりジュニアの大会には組み込めない、ショートプログラムでの4回転投入は佐藤の志願によるものだった。フリースケーティングでは、 冒頭の4回転ルッツで点灯するも、続く4回転、トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプと単独の4回転トーループを高い出来栄えで成功、3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプ、演技後半の3連続ジャンプを決めるなど演技をまとめ、フリー6位となる163.82点を獲得。 総合スコア246.50点獲得で5位と検討した。全日本選手権の成績により、鍵山雄心と共にエストニアタリンで開催される世界ジュニア選手権の代表に決定した。1月の全国高等学校スケート競技選手権大会で1年生ながら初優勝。上位者エキシビションでは、試合では投入したことのない3回転。 ルッツオイラーマイナス3回転フリップという珍しいコンビネーションジャンプを披露した。自身初めての国際大会シニアクラスとして派遣されたババリアンオープンでは全日本選手権同様ショートプログラム後半で4回転トーループを投入し着氷で氷に手をついたものの82.18点という高得点を獲得。フリースケーティングでは 冒頭の4回転ルッツが3回転の両足着氷になり3回転の回転不足と判定されたものの続く2つの4回転トーループは加点2点以上の出来栄えで成功スピンはすべて最高難度レベル4を獲得し総合242.31点を得て2位に30点以上の差で優勝した初出場となった世界ジュニア選手権では ショートプログラムにて3回転アクセルを、加点3.09点の高い出来栄えで成功、その他すべてのジャンプを加点付きで成功させ、79.30点を獲得し合位につけ、上位6人で滑るフリースケーティング最終組へ入った。しかしフリースケーティングにおいて、冒頭の大技4回転ルッツが2回転となり、続く4回転、トーループマイナス2回転トーループの、 コンビネーションジャンプではこらえたものの4回転トーループが前傾姿勢での着氷となり出来栄えで減点。単独の4回転トーループでは点灯し、前半にミスが相次ぐ形となる。後半の重要なコンビネーションジャンプである3回転アクセル3回転トーループからは持ち直し、3回転フリップからの3連続ジャンプも成功させた。 フリースケーティングでは142.32点となり、総合221.62点で6位入賞となった。佐藤は今後の課題として、フリー一番滑走はあまり経験がなく試合運びが悪かった。良い緊張感がなく6分間練習では体が動かず4回転をやろうと思っていたがほとんどできなかった。 6分間の使い方を頑張らないといけないと、ショートプログラムと異なりジャンプが多いフリースケーティング一番滑走での6分間練習の難しさについて語ったが、この1年を通して海外の選手と戦えるということがわかりました。海外の試合で自己ベストの点数を出すことができたので、これから練習する上での活力になったと思いますと、シーズンを振り返っている。また、 後輩のために確実にそれだけは絶対取りたいと思っていたと語った日本の同大会男子シングル次期出場枠は出場した佐藤と鍵山雄心の順位合計が13位以内となり2枠から3枠へ増え国別の最大枠を確保した2020から21シーズン2020年10月1日富士コーポレーションと所属契約をした10月の関東選手権 準優勝でシニアデビュー。ルッツトーループループ、サルコーの4種類の4回転ジャンプを飛ぶことができる。4回転ルッツは第11回オータムコバトンフィギュアスケート競技会で初成功させ、2019年ジュニアグランプリファイナルのフリースケーティングにて成功させた。ジャンプが得意な選手であり、中学生の頃から4回転ジャンプをプログラム構成に組み込んでいる。 練習では4回転サルコー、4回転ループも着氷させており、2020年からは4回転フリップの習得にも取りかかる予定である。なお、実戦での4回転初成功は、トーループだったが、当初しばらく試合に組み込んでいたのはサルコーだった。2020から2021シーズンでは、ショートプログラムから4回転ルッツを投入し、フリースケーティングでは、まだ実戦で、 成功のない四回転サルコーを再び組み込み、四回転ルッツ、四回転トーループ2本と合わせて四回転4本の高難度構成を予定している。四回転ジャンプの精度や確率は誰にも負けたくないと語っている。佐藤を指導する草加正志力コーチは回転ピッチがとにかく速いと語る。スケート靴は硬いものを好む選手が多い中、佐藤は 逆に硬いと飛べない。足も上がらないと柔らかい方を好む。将来シニアで戦っていくにあたり、ジャンプ以外のスピン等の上達と体力づくりを課題として挙げている。2019年ジュニアグランプリファイナルで獲得したフリースケーティングと総合スコアは、ジュニア歴代世界最高記録である。ありがとうございます。